ニュース加藤茂明、直木賞、受賞ならずに大荒れだった。深刻落ち込みの裏に、後期住院静香さんへの思い。1月17日、第170回直木35賞、以下、直木賞、の受賞作が発表された。選ばれたのは、川崎明子氏、よどい、新庁舎と、まきめ学ぶし、47。 の、8月の御所グラウンド、文芸春秋。候補に選ばれていた人気グループニュースの加藤茂明、36のなれのわて、講談社は、惜しくも受賞を逃した。加藤が書いたは、秋田県を舞台にした、彼にとって初の時代小説。戦争や差別、応募するジャーナリズムなどの社会問題をテーマに扱った作品で、 加藤は本作のために秋田県土崎地区を訪れ、空襲経験者の話を聞くなど、波なを注いで書き下ろした小説だった。直木賞の発表当日、加藤さんは慣れのわての版元の講談社の関係者と一緒に発表を待っていたそうです。そして、加藤さんは受賞を逃してしまったことで非常に落ち込んで大荒れだったとも聞こえてきています。 昨年は旧ジャニーズ問題もありましたから、それが多少なりとも結果に影響してしまったんじゃないか。そんな疑念がよぎってしまったところもあるかも、と囁かれていますね。ワイドショー関係者。ジャニー北川氏、去年87の加害問題は、加藤が慣れのわての開口作業した問題。うう加藤は本の発売記念会見で、 この小説もメディアの話が関わるので、出すべきなのかは葛藤しました、ととろしつつも、覚悟を持って書き上げた作品ですので、観光しないという選択肢はない、と語っていた。い強い葛藤を経て上司した作品だっただけに、相当な思い入れもあったのでしょう。そのため、受賞を逃した加藤さんがとても悔しい思いをし、 荒れてしまったというのも無理からぬことですよね。加藤さんは昨年11月に館内胆管癌で亡くなった、直木賞作家の伊集院静香さん、去年73を初めて会った作家の先輩として強く慕っていました。受賞を逃して、伊集院さんへの恩返しが叶わなかったことも、加藤さんが大きなショックを受けている理由の一つかもしれません。全土。